グッドモーニング。ありがとう。ありがとうございます。ちょっと打ちますね、テロップを。間違えた。あ、間違えた。よいしょ。で、よし。ありがとうございます。グッドモーニング。あ、あ、ちょっと待って、なんだなんだ、あ、待って、チェリー萌え奈々、グッドモーニングさん、タワーありがとう、タワラタワーありがとうございます、嬉しい、ありがとう。私もね、気合いのポニーテールにしました。さっきのなんだ、配信でね、ポニーテールにしたいなってやっぱ思ってポニーテールどうやったら見えるかなって思った時に、サイドポニーにしようかな。グッドモーニング、お疲れ様でした。あ、ほんとすごい、すごいすごい、仮のアバターがいっぱいいるありがとう、グッドモーニング。どう、サイドポニーもあり、ありよりのあり、ほえー、ありがとうございます、ありがとう、あ、ありがとう、日焼けさん、うさぎのタワーありがとうございます、こっちうさぎ、ありがとう、本当にありがとうございます、嬉しい、タワー、ありがタワーです、ありがとう。ということで、ライトオン、私も気合を入れて頑張ります、ありがとうございます。あ、すごい、アバターが、ベルボーダすごい、みんな、すごいね、それぞれのやつだ、かわいい、ありがとう。赤のお洋服はレトロです。それに合わせてるかちょっとわかんないんですけど、ポニーです。こんばんは、ありがとうございます。同じ空見上げてこ、すごい、初めてサイドポニーをしましたここの幅が広くなったここのね、サイドポニーは自分で結べた、そんなお母さんにやってもらったなんて言えない、ここ編み込みしてもらってるんだけど、編み込みしてもらったなんて言えない、自分でサイドポニーやろうと思ったけどできなかったなんて言えないありがとうお母さんあの別が似合う、あー本当よかった、髪型かわいい、ありがとうございます。そうなの、編み込みしてもらってます、なんかここがひょんひょんしたから編み込みしてもらったなんて言えない、自分でできなかったなんて言えないママさんありがとうです、本当に。今日はね、これからね、2時間もできるの、10時までバンってなるまでできるから、気合を入れてこのサイドポニーにしてみました。初挑戦サイドポニーです、
あの別のジャケット写真、みゆみゆさんと本当の姉妹に見えた。え、本当？姉妹に見えましたか？じゃあ本当にお姉ちゃんかもしれないです、みゆみゆさん。もっちゃんの私服センスが花江ちゃんとポキちゃんに似てるって、本当？意外と似てるかも。なんか、なんだろう、淡い色を選ぶところとか、結構落ち着いたデザインを選びがちなところとか似てるかも。ちなみに萌え、特別配信でもっちゃん団子として出てきてました。3人とももっちゃん団子美味しく最後まで食べてくれたかな。もっちゃん団子美味しかったかな。もう食べたことないんですよね。え、待って、もしかしてある？ないか。あ、なんかでもそう、なんか、あ、なかったかな。忘れた。美味しかった。あ、本当に良かった。まあでも駄菓子はね、あんまり当たり外れないもんね。こんばんは、ありがとう。はい、もちゃん団子持ってる。本当にもちゃん団子、あのお団子自分も初めて見た。え、めっちゃあの珍しいよね、萌えのお花、お花じゃない、萌えのお名前が入ってるなんて。近所のベイシアに売ってる。お、ベイシアさんに売ってるみたいです。そっか、明日は十五夜だって。みんなお団子をコロコロ転がしてお月見を作らなきゃ。びっくりした、今そこで荷物がね、雪崩を起きたかと思った。起きてなかった。こんばんは、そっか、お月見か、すごい、もうそんな季節なんだね。っていうかさ、今年がもうそろそろ終わりを迎えようとしているって本当ですか？本当の本当に。お、なんとか仕事終わって見に来れた、ありがとう、お疲れ様。みんな今日お仕事の方も多かったかな。お疲れ、ありがとう、見に来てくれて。ね、早いよね、今年が終わりそうなんだって。好きなご飯のお供ベスト3。もうね、好きなご飯のお供をね、あんまりお供として食べないんだけど、でもなんだろうね、サーモン塩辛とか好きだし、うーん、え、なんだろう、ご飯と一緒によく食べるのは卵焼きとか、そういうことかな。サーモン塩辛、卵焼き、うーん、まあ白いご飯は白いご飯で食べますからね。そう、うん、ご飯にはご飯です、むしろご飯なんです。明太子、あ、いいね。お、夕方配信キラボシだけ投げれました、ありがとう、嬉しい、忙しい中ありがとね。え、すごい、5位まであとちょっとだって。9454ポイント。なんか1000の位までは一瞬で読めるけどさ、1万の位とかになるとさ、もう全然パッて読めないんだよね。なんか1、10、100、1000、万って数えないと。難しいよね、人生って。あ、野沢菜いいよね、野沢菜も美味しい。そうじゃん、冬になるからさ、野沢菜のお漬物を作る季節になるんじゃない？なんか実家の近くとかでもさ、おじいちゃんおばあちゃんのお家がさ、野沢菜をお漬物にしてたりとか、それこそ我が家でもしてた気がする。なんか大きいバケツみたいな、樽みたいなやつで。やっぱ筋子と海苔、あ、いいよね、魚介、魚介、魚群、違う、魚卵。魚介、魚群、魚卵ですね。
ありがとう。5位になりました。ありがとう、よかった、嬉しい、めっちゃありがとうございます。ありがとう。4位まで、あと、あ、読めない読めない、ちょっと1、10、100、1000万、26万、約27万ポイント、ありがとう、本当に嬉しい。いや本当に皆さんのおかげです、ありがとうございます。グッドモーニング、ありがとうね、本当に。そうそう、妙高高原駅担当になりました。ギャランはロシア語でいくら、え、そうなの、ロシア語でいくらっていうの、え、初耳、そうなんだ。3桁前にコンマがつく、でもさ、3桁前にコンマがついても難しくない？私だけ全然わかんないんだよね、この線までしかわかんない、パッと見区別がつくの線、千のくらい以上は数えないとわかんない。私数学とかも指折り計算だったもん、一番的確なんです、正確なんです、指折り計算が。時間かかるったらありゃしないけどね。納豆と、あ、確かに納豆いいよね。こんばんは、ありがとうございます。そうだよ、指折り計算が一番的確だし一番やりやすいんだよ。もうそろばん習わなかったからさ、なんか本当は母親とかもそろばん習えないよみたいなことを萌に言ってたみたいなのね、まあ記憶はないんだけど、私は興味なかったからやんない一点張りでした。興味のないことはやらないの一点張りなんだよね、残念。そうそう、時鉄さんの衣装、はるかさんが可愛いってコメントしてくださってたんです、めっちゃ嬉しかった。ほんとはるかさんに可愛いって言っていただけるように萌も可愛くなろう。頑張ります。お、指折り計算仲間がいる。そろばんやってると逆に筆算がめんどくさくなる。うわ、すごい、なんだそりゃ、すごいな。それはもうもはやテストでその途中式書かないと罰にしちゃう先生だったら一発アウトじゃんね。うわ、善光寺で野沢菜おやき食べました。うわいいな、もやも長野おやき食べたい、おやき、みんなおやき食べたことありますか？萌はね、おやきはね、ナスのおやきがおすすめです。丸ナスのおやき一番好きなんだよね。指折りして何周目か、あのね、コツがあります。10になる、あの10いくと、あの足の親指で足の指でこう数え始めるんです。10いったら右足の親指から立て始めるんです。で、20いったら、あの右足の人差し指を立ててみたいな。足の指まで使って私は計算するんです。数学は命がけね、本当にね、おかしいよね。でも一応それで数学とか結構高得点取ってきた方なんですよ。でも要するに何が言いたいかって言うとあれです、まあ、人生なんとかな人生なんとかなるんです。はい、指折り計算でも意外と高得点取れるんで本当に面白いよね、逆にね。だから足の指も結構自在に動きますよ。指も、え、見て、豚の足できる、みんな。なんかこの3本だけくっつけて、こっちはこっちでくっつける、豚の足っていう技か分かんないけど
ばんは。ぜひやってみてください。あ、同じ皿見上げてこう。ありがとうございます。くっついてしまうでしょ。もうちゃんってセンスで可愛くて天才ってことだよね。そういうことだよね。ありがとう、持ち上げてくれて嬉しいよ。私はこうやって温かい皆さんにホクホクと温かくしていただきながら過ごしていけると思うと幸せです。ありがとう。あ、張り替えのぎやりますよ。もうやっちゃう。そうだ、え、ってかもう15分も経ったんだもんね。15分経ったってことは今日2時間できるから 1,2,3,4,5,6,7,8 8分の1が終わったってこと。合ってるか。合ってる。早いね。8分の1ですね。じゃあそろそろ張り替えの儀を始めたいと思います。イエーイ。もしかしたらあの新作まだご覧になってない方いらっしゃるかな。あ、チラ見しちゃった。こんばんは。よし、それでは参りたいと思います。新作の私登場をしていただきましょう。分身その4ですね。そうだ、分身その4のもちゃん、いきます。せーの、どこ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 、じゃん。あ、じゃん。こちらです。これは結構大人っぽいお洋服です。マリナさんからいただいたお洋服を着ております。今回はね、高318歳っていうのも書いてみました。イエーイ、わーい、ありがとうございます。そう、なんか18歳だけって書いたら、あの高3ってのも書いたらって母親に言われたんで、買いとく買いとくと思って、こんな感じです。なんかあ、とりあえず貼るか。よし、それでは、あー、珍しいこの和服、和服もちゃんともおさらばです。みんなありがとう、ありがとうって言ってます。あ、そうだね、とりあえずスリーショットを、まずはこの子たちとのスリーショット、はい、チーズ、バトンタッチ。バトンタッチします。浴衣のもっちゃんからバイバイです。バイバイします。チュッチュッチュッ。ということで、この子にバトンタッチしたいと思います。今回はね、大人っぽもっちゃんです。すごい見事にさ、え、なんかさ、びっくりなんだけどさ、今までさ4人とも 4人とも、まあ本体は1人なんですけど、本人1人なんですけど、まあ4人とも服の系統も髪型も違うんです。びっくりじゃない？私別になんかそれを意識したっていうわけではあまりなくって、カメラロールを一生懸命遡った結果なんですけど、すごい奇跡が起こってるんです。じゃあちょっとこの辺かな、この辺、おっ、よし、え、斜めてる？斜めてないよね。よし、イエーイ、いい感じ。あ、ちょっとこっちにしようかな。かぶる、私のポニーテールがかぶる。
んな感じ。166.5 は絶対に見せる。あ、いい感じ、やったね。お、もちゃんのスタイルの良さが際立つお洋服、ありがとうございます。嬉しい。そう、なんかできればね、足とかが見えてた方がいいかなとかって思ってやってみました。プレゼントして、視聴者プレゼントしたいよね。したいけどちょっとできないので、今日これからね、配信終わった後にまた3期生 X に明日の配信予定をね、アップしていただこうと思うんですけど、その時の画像はこちらにしたいと思います。この大人っぽもちゃんをアップしてもらおうと思うので、そちらぜひまたチェックしてみてください。え、いいんじゃない。いい感じ、ペンギンな感じだけど。ということでさ、ちょっと見てよ、大集合しまーす、よって本体隠れまーす。あ、白鷹さん、くまたまありがとう、くまちゃんありがとうございます、ありがとう。かわいいよね、このくまちゃん、くまたまありがとう、かわいい、ありがたわ、ありがとう、本当に。私ももっともっと頑張ります、ありがとう。ちょっとね、持ち方に戸惑ってます。よいしょ、こんな感じ。歴代は、歴代のもっちゃん、萌え、萌え見えてる。あ、これが、え、どう。こんな感じ。あー、見える。萌えが見えない。ほら、この子もさ、映したいから、こんな感じ。分身もちゃんと本人ちらっと大集合。どう、見える。一生懸命、どう、もうちょっと上が、こんな感じ、いい感じ。うん、いいんじゃない、いいんじゃない。すごいよ、ちょっと見てほしいのがさ、あの髪型全部違うの、4人とも違うの。あ、ちなみに5人とも違うの。見て、髪型ね、5人とも違うし、あ、私も含めてね、あ、私って私ね。し、服装の系統もかっこいい系、浴衣かわいい系、大人っぽい、レトロー。全部違うの、すごくない、いいでしょう。すごい、コレクションみたいな感じになってます。ぜひね、全部確かこれ、あ、今日これをアップしてもらったら3期生 X にこの 3体3体3つの写真もアップしてもらってあるので、ぜひそっちでも見てみてください。あ、ランキング4位まであと26万ポイント。すごい、だんだんと詰まってきてるよ。ありがとうございます。こんな感じなの、いいでしょう。すごい、本当に視聴者プレゼントしたいくらい。これはね、よいしょ、なんかスケッチブックの大きさ、なんだっけ、 B4? ちょっとわかんない、なんかスケッチブックと同じ大きさにしてみました。ちょっと何サイズがいいかわかんなくてね。こんばんは、 B4 か、 B4 かもしれない、結構大きいんです。あ、 B5?B4 か A3 か、あー、どうだっけ、なんか B が入ってた記憶があるんだよね。あ、それも記憶違いかもしれない。わかんない。
こんな感じです。すごい自分の写真がいっぱいあるのちょっと気持ち悪いな。B なら4だね。そうなんだ、 B なら4なんだ。じゃあ B4 かもしれない。ちょっとわかんないんで、あんまり自分何サイズ吸ってるかちょっとよくわかってないんで、フィーリング、なんか一回父親に教えてもらって、そこからなんかフィーリングでポチッと出したらちょうどそのサイズが出てきたって感じ。チャレンジャーすぎるでしょっていうね、合ってるかどうかもいまいちよく分からずに押したんだよね。すごいよね。でちゃんとしたサイズに出てきたんで、まあそういうことですよね、人生なんとかなるんですよね。こんな感じです。やったー。ということで無事に今日の本日の張り替え儀式が終了いたしました。え、なんとね、あの明日最終日、最終日夜に、また夜だけのための写真にはなるんだけど、用意もうしたんです。実は今日明日飾る、明日飾るこの全身写真、分身をもう選んで、もうね印刷したんです。なんでしょうか。明日は夜配信のみの、そう、分身最終形態が来ます。最終形態ってなんだろうね。あ、最終形、そうそう最終形。そう、あの最後にね分身するもっちゃんを召喚しようと思うんですけど、あのどんな系のもっちゃんか、どんな系でしょうかっていうね。でもまあ何回か見たことあるか、わかんない。あ、何回か見たことあるか。まあお楽しみに。実はもう吸ってあるんですよね。イエーイ。じゃあもうコンビニでねプリントのプロになったんで、なんかもし印刷 してきたら、してきてほしい、あの写真とかあったらぜひ。お申し付けくださいませ。いつでもお伺いいたします。すごい、私もさ自分の全身写真をこんなにたくさんさ探して印刷して、あの SNS に載せるっていうのが初めてで、全身写真ってあんまり SNS に載せてこなかったよね。結構あの SNS だとさ、お顔をさ覚えてもらういいチャンスだからさ、結構アップの写真とかが多かったんだけど、今回はねちょっとあえてての全身写真オンリーで行ってみようと思って、 X にも全身写真だけをねアップしてみました。サイズを感じたより人には届かないが、確かに絶対頼めないよね。このアルバム作るのにこれくらいのサイズがいいなって思ってこのサイズ持ってきたら最悪だよね。どうする、どうやってアルバムにしろとってなるよね。プリントし終わったら隠すようにすぐしまって、あ、そうそうそう、印刷し終わってちゃんと擦れてるか、そのこう覗いて OK って思ったら、こう印刷から機から取り出すこの動きのままくる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 って丸めるんです。プロでしょ、もうプロなんです。わ、新潟駅から応援キラキラ星をお届け、ありがとう、キャッチ、ありがとうございます。そうなの、折らずに、そうなの、折ってないんだよ、くるくるくるってするの、くるくるするだけならね、くるくる後はさ逆にくるくるしたらあの治るじゃん、だからくるくるしてます。もえー、ありがとう。今度全身描こうかな、え、めっちゃ嬉しい、え、ありがとうございます。え、嬉しいな、全身の絵を描いていただけるなんて。はじめましてです、
はじめまして、ありがとう。そういえば明日は3時間フルで配信できそうです。そう、それもね、またちょっとみんなに相談したい。どうしよう、先に決めとく、先に決めとく、なんか後々になってバタバタ決め、どうしよう、今決めていいかしら。みんなまた相談乗ってくれますか。もう一人でね、タイムスケジュールも決められないと本当にいいですか。ありがとう、わ、心強い、心強く、どうぞ。明日も朝やろうと思います。そうそう、いや、まあ、確かに朝は少し、夜がっつり、確かに、ね、明日も他の予定ももちろんあるっちゃあるんだけど、でもこっちを優先したいありがとうみんな。明日休みに、有給取った、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。ね、先にしとこう、ありがとう。朝は今日と同じ、そうだね、今日みたいな感じにしようかなって思います。どうしようかな、今日みたいな感じかな、どうしようかな。明日在宅勤務、やばい、みんな今心強いスーパーヒーローがここにたくさんいる、どうしよう。私はなんて心強い方々の応援の応援が支えになっているんだろう。そう、もうまだ高校生なんです。だから昼間とかができなくて、昼間と夜中ができなくて、朝は今日と同じがいい。そう、やっぱ朝30分くらいかな。明日もね、普通にお仕事の方ももちろんいらっしゃると思うので、やっぱ朝バタバタしてる時間帯は短い方が皆さんのご負担にならないのかなと思って、勝手かも、どうだろう。7時半からか、7時からか、朝30分でいいかな。ご飯が炊ける音がする時間にじゃあ明日退学を、配信始まる時にご飯をピッて押して、じゃあ朝30分で大丈夫かな。どうしよう、待って、でも明日も、いけるいける、どうしようかな、朝30分でいいかしら。7時半からがいい。みんなはどんな感じ、今日と同じでいい。じゃあ明日の朝も今日と同じで7時半から8時、 OK かな。ありがとう。じゃあ朝は7時半から8時で、カキ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 、オッケー、グッドモーニング。朝7時半から8時、この後どうしよう、この後どうすればいいんだろう。今残りの持ち時間が2時間半になりました。で、私が配信できるのはこの後もう17時から20時までなんですね。配信できるっていうか、このイベント自体が明日の20時までだよね。で、私が
8時以降に配信できる時間帯が11時からしかないということはもう決まったようなもんか。もうあまり萌には選択肢はないね。もしかして朝配信の時間を決めてしまうともうないと同然ですかね。待って、そういうことかしら。どうかな。持ち時間2時間半だから、待って、20時のさ2時間半前ってで、あ、計算するね。20時の2時間半前は17時半、17時半、17時半。なるほど、あ、そっかそっか、なるほど。1時間と1時間半って分けるか、2時間半ぶっつけにぶつけえぶっ通しにするか。みんなどっちがいい？うわ、これに限っては私なんか分かんない。まとまってやってた方がいいかな。わー、投資リハみたい。投資どうしてかな。朝をちょっと増やすとかどうなんだろう。そうだよね、分けても30分しか。そうだよね、投資で。じゃあ投資で2時間半、投資で2時間半にしようか。朝30分だけでも大丈夫かしら。あ、萌はね、何でも大丈夫。萌は何でも投資で。オッケーオッケー、投資でいきましょう。ありがとうね。あ、一人飲みに移行したんで5回ゆくります。ありがとう。オッケー。萌はね、もう何でも皆さんにとって一番こうなんて言うんだろう、負担にならない時間帯にしたい。時間帯とタイムテーブルみたいな。お花摘みとか大丈夫？あ、全然大丈夫。何でも大丈夫、全然。2時間半投資ね。朝45分とかっていう案もいただいたんだけど、うわー、わかんない。朝30分朝45分、どっちがいいでしょう。では優柔不断が出てる。みんなにとって朝30分か朝45分か、なんなら1時間か。でも1時間ちょっと長いな。45分か30分か。今30分というご意見をいただいております。45分30分、どっちがいい。30分、夜の時間の方がいい。30分、お任せします。わ、すごく困ります。朝30分、 OK、 30分で大丈夫かな。 OKOKOK。 そしたら、そうなんだよね、朝はね忙しいからさ。私はあんまり忙しくない。私は全然忙しくなくて、あの皆さん本当にありがとうなの。忙しい中来てくれて。30分で OK。 じゃあ明日は2枠で行きます。てかむしろ2枠しかできないんだよねっていうことですよね。じゃあ7時半から8時と何やったっけ、17時半ちょちょちょん合ってるよね。17時半、2時間半だから17時半、 OKOK。 17時半から20時。やばい、お礼配信この後にめっちゃしたいのに、めっちゃ明日の予定わかんない。わ、
なんかさ、またお礼配信別の日に絶対やろう。やろうとか、やってくださいって自分に今言うんだけど絶対後でお礼配信っていうか、なんだろう、もうなんかこんだけみんなと一緒に頑張れたのがすごく嬉しくて、なんかあれだよね、もうみんなと一緒に乾杯でもしよう。私お茶だけどいい私お茶で乾杯だけどいいかな。お茶以外飲めない。 お茶かお水か、強いて言うならグレープフルーツジュースとかになるんだけど、いいかな。なんかさ、いつか絶対お礼配信しようとか、乾杯配信しようね、しようねっていうか、自分しろよって今自分に言いかせます最近マスカットティーが売ってないのでそんな可愛い、そんな可愛い悩み事つぶやかれても困っちゃう。私黒豆茶だから、みんな黒豆茶でやろっか黒豆茶で乾杯しよっか。ということで明日はじゃん、こちら7時半から8時、そして17時半から20時、こちらの配信になります。え、待って、明日で終わり？なんか信じらんない。なんかこの5日間まだ4日間か、え、てかもう逆に4日間もなんかずっとイベントやってたの？え、全然なんか4日間経った気しない。すごいなんかあっという間すぎる。なんか逆に寂しいな。うーん、そっか。でも明日ね、なんか結果がどうであれっていうか、うん、みんなでね笑って20時を迎えられるといいなって、笑顔でね迎えられるといいなって思ってます。なんか寂しくなってきちゃったなんか急に寂しくなってきた。のちゃん頑張って、ありがとう。もうあったかい、前の心がすごいさ、今じわんとあったかくなります。ありがとう。明日もよろしくね、本当にみんなよろしく。笑顔でね、そう20時を迎えられるように頑張りたいと思います。ありがとう。確かにしんみりするのはまだ早い、まだ明日もあるんだ、だからこれからまだまだあるんだ。待って、まだまだ、え、違う、え、待って待って、もう45分近い、意味わかんない。え、なんでなんでなんで、もえさ、この45分間何を話してた意味わかんない、意味わかんない。でもね、大丈夫、今日は10時2時間できるからね。聖地巡礼帰り間に合うかな、もうぜひ前にやってくださいイベント終わっても配信はやってくれるよね。どうしようかな嘘、ちゃんとします、ちゃんとしますよ。どうしようかな、もうこのイベント終わったらやらないようになるかな嘘、絶対ダメ、絶対にダメ、許されないもう明日でおさらばです。絶対嘘だよ、そんなことないよ、絶対ダメだよ。私はショールームでどれだけ皆さんにたくさんの勇気とさ、元気とパワー、笑顔をもらってきたことか、本当だよ。逆にそう、私が耐えられないんだから、喋りたくて喋れたくてたまらないんだからねお、星あげる、ありがとう。じゃあ見に来ないどこかな、うーん、寂しい、やだね、もう配信するからみんな見に来てね、
寂しいよ。うーん、イベントを最後に杉本萌の姿をショールームで見た者はいなかった。なんかドラマ風に言ってくれるけど、だいぶやばいことしてるから私。すごいなんか壮大なスケールのさ、この物語を描いているように言ってくれてるけど、だいぶひどい人だよ私それやったら。で、ありがとう、見に来てね。ありがとうね、本当に。いや、むしろいつも見に来てくれてありがとう。てかさ、本当に改めて思うんだけど、私のショールーム配信で話してることってとてつもなくしょうもないことだよね。本当にどうしようかな、見に来て、寂しい、みんながいないと私は、私一人で喋っても、どうせ今日の朝ごはんは炊き込みご飯でしたとか、今日の夜ご飯これ食べたいなとか言ってることしかないんだから、みんなの面白いコメントがなきゃ私は生きていけないんだから。大丈夫、見に行きますね、ありがとう、本当にありがとう。それが親近感湧いて、あ、よかった、じゃあ親近感をもっと沸かせに行こうと思います。独り言得意、確かに独り言得意ですよ、ずっと一人で喋ってられる。競馬に食べ物、そうだよ。立場も、だって確かに立場逆転してる。え、何、大喜利が足りないって、あ、言ってない言ってない、大丈夫大丈夫、安心して安心して、足りてます足りてます、大丈夫大丈夫、間に合ってるよ。全然大丈夫だよ、安心して、みんな足りてる足りてる。いや、でもね、まあまあまあ、たまにねちょこちょこ言ってくださるのも嬉しいですから。私はスルースキルというものを身につけましたが、あざとキャラもできるんだ、 あざとかった、そっか、ちょっとこれからはあざといキャラとして生きていこうかしら、絶対無理だな。1日か2日で終わってる。自分も萌ちゃんがいないと生きていけない、うわー嬉しい、やったー。横断号思い浮かぶ、横断号、横断号やだね、なんかみんな口々に言わないで、横断号を。本当に地獄の空気だったよ。だってさ、絶対さ、江口団子さんのあの社長さんから見たらさ、何を見せられてんだって話だよ。だってさ、あのアイドルが来てね、こうよし、自分のお店のお団子の魅力を紹介してもらえるのかみたいな、きっとそういう心持ちでいてくださったはずなの。そしたらさ、お別れの時をこのエンディングを撮りますってなった時、なんか隣の子なんか言いそうだぞって思った瞬間、お団子、横断号とか言って、真顔で鼻で笑うしかないよね。本当にどうする、大丈夫だかな、私プライベートで行って受け入れてもらえるかな。本当に困るよ。そう、なんか面白いこと言ってみたいなあったんです、実はね。とってもよかった、あ、よかった、スイスイも笑ってくれてました。ね、本当に、なんであれ、あれ言おうと思った、え、わかんない、なんで言おうと思ったんだろうね、なんかね、降りてきました。ふっとすん降りてきて、そうなんだよ、降りてくるんだよ。経験者は語るじゃないんだから、本当に。食レポは良かった、あ、良かった良かった、食レポはね頑張ってしてます。お、萌ちゃんいつも配信見るとお仕事頑張れる、わー嬉しい。あの、私もこの
ショールームはね、見に来てくださる方の元気になれればなと思って。こんばんは。そう、降りてきたんだよ。天才でしょ。食レポは良かったでしょ。食レポはね、すごい自分も好きだし、なんだろう、食レポももっともっと極めたいなと思ってるからね、頑張れました。食レポ含め萌ちゃんのコメント一つ一つに育ちの良さが出るところ好きだって、やった。正解は横断号にも育ちの良さが出てるということですよ。皆さん、皆さん、横断号は食、食じゃない、育ちの良さです。これが降りてくるのは育ちの、あ、それは違う。なんだなんだ、褒めてもらえたと思ったのに、ちくしょう。なんだ、違ったか。コメ欄が育てたのかな。そうだよね、もっちゃんの食レポ見てると頬が緩んじゃう。お、ぜひぜひ緩んでください。そうです、気のせい。多分違うよね。いや、米印横断号を覗く。いや、覗かれてしまったよ。そっか、覗かれてしまったか。どさくさに紛れて狙いましたがダメでした。惜しいな、残念だね。でも本当にそう、私ね、食レポのコツっていうか、私なりに気をつけていることは、食レポでは一番はやっぱり表情です。やっぱり本当に美味しいものって、なんていうの、もう体から、もう毛穴一つ一つから放出されるんですよ、美味しいオーラっていうのが。それをね、いかにこうカメラの前の皆さんに、カメラの奥で見てくださってる皆さんに届けるか、それやっぱ表情ですよねと思って、表情はすごく気をつけてますね。お蕎麦美味しい、わかる。え、待って、最近お蕎麦食べてない。お蕎麦食べたいな。食べる前に一呼吸置くの、あ、そうそう、なんか一呼吸置くのがいいって教えていただいて、なんかね、なんかこうカメラで撮っている時に見てって言って見せてから、いただきますって一呼吸置いて食べると、なんかこうカメラのこの映像としての、なんて言うんだろう、 見やすい映像になるらしいよ。そう、箸上げだよ。箸上げも頑張ります。え、実は私箸上げしてたの。うちの会社の子に見せると、かわいいの絨毯爆撃になるもん。絨毯爆撃ってなーに。絨毯おりゃみたいな。え、なになに、絨毯爆撃ってな、絨毯爆撃だってるのかな。グッドモーニー。あ、めっちゃ連呼、あ、そういうことか、かわいいってたくさん言ってくれるの。え、嬉しい、よかった。絨毯投げつけられてるのかと思った。危ない、怖い怖い。よかったよかった、無事ならよかったよ。ありがとうございますってみんなに言っといて。あ、そろそろ子供とお風呂の時間、あとでまた来れたら来るね。うわー、お母さんだ、ありがとう。お風呂でさっぱり してきてくださいね。ね、わかる、絨毯投げられて振り回されるのかと思った。投げつけられなくて何よりだよね。よかった、びっくりしたよね。本当に絨毯での攻撃は痛そう。よし、え、待って、もうやることやった。よし、それでは。いきますよ。ででん。なんと
私アップルの純アップル純正うん待って待って純正イヤホンそれ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 純正イヤホンゲットだぜじゃじゃーん、ね、なんか明日届くみたいな感じだったんだけどなんか今日届いてやったごめんね笑い方の癖強くてちなみにもうね開けちゃったんですなんか接続のやつあるかななんか設定とかしなきゃいけなかったらどうしようと思って先に開けてでこんな状態で置いてましたやだ見せちゃいけない机の上にこの状態で置いてましたそう高かっためっちゃ高かったんだけどでもやっぱカラオケしたくてでこれでも訪れしたらもう嫌なんですけど純正俺も欲しいあげよっかあ絶対嫌だ嫌だねうんあポメラニアンさんタワーありがとうございますうさちゃんありがとうございますわー嬉しいありがとううさちゃんありがとうありがたわですちょうどいいんではないでしょうかこのありがとうの気持ちも込めてちょっとやってみようと思います某所でテクノタワーなんかさカニさんだよねカニさんねテクノタワーって何どういうことなのテクノロジーもっちゃん団子知ってるお知ってますさっきのね配信であったよねテクノカットっぽいあそういうことテクノカットっていう意味のテクノタワーなのあそういうことへえすごいあれだよねタワー当たったらさタワーって叫ぶじゃんあれどうしても毎回パワーって叫んでるようにしか聞こえなくてってことでちょっとイヤホンさしますねよしあえすごい純正だとさこれイヤホンさしてもさ一回ブチって切れないんだやっぱ純正は違うんだねなんかね触り心地も違うんですよなんかトゥルトゥルしてるご覧くださいこちら純正のイヤホンマイク付きマイク付きイヤホンあれあ入ってる入ってるうるさかったえうるさかった大丈夫あ待って待ってあそこそこそこ大きい声で喋るとあれマイク近づけたらいいかあこんにちはマイク入ってますごめんなさい何もあごめんなさい何も考えずにあ声が遠かったあーよかったよかったうるさいかと思ったごめんねこんにちはあちょっとごめんね慣れてなさすぎてね右と左も分かんないこれはあ L だって L は左ですあお邪魔します失礼しますえでマイクにチューしちゃったあお邪魔しますいい感じ自分の声聞こえないんだけどあこんにちはあなんかいい声めっちゃいい音本当にすごいあささやき配信難しいよ私にはじゃあちょっと一回本当にできるかどうかいい音本当に嬉しいやったーちょっと待ってじっとして私さすが純正だねじゃあちょっとカラオケの本当にできるかどうかをやりたいと思いますこれで一回ね試しにわー違うける？わ
ちは。できる？いける？これ音ずれしてますか？わかんない。してない。おお、いけそうだ。最後のトンネルを、いける？いけてる？抜ければ近づく美しいあの街、希望が住むと信じてきた私が生まれ育った、全てを知ってほしい。いい感じ？よかった。大事な人を連れて帰ること、出会ったあの夜約束した、未来はいつも思ったよりも優しくて、風景が不意ににじんでくる、夢が叶うとその想いが溢れ出して、瞳から伝えたくなる、あなたと一緒に歩きたい。うわー嬉しい。季節の移ろいは成長してゆく心に似ている、いろんな花を咲かせながら、時には思い悩んで大人になってゆく、ドイヤの空の下から見守ってくれた誰かの存在、支えになった、未来はいつも姿見せずに待っているよ、音吐き甘えないように、愛とは涙、ミラーボールもたくさんありがとう。深い雪もやがて溶けて、大地は新しい芽を出す、苦しいことも悲しいことも喜びに変え、笑顔になれる、いつだって明日は来る、未来はいつも思ったよりも優しくて、風景が不意ににじんでくる、夢が叶うとその瞳から伝えたくなる、あなたと一緒に歩きたい、あんたもやったー、ありがとう。なんかイヤホンして歌うの初めてでさ、音程取れないかも。ごめん、歌下手くそ、ごめんね、ありがとう。イエーイ、大成功、よかった。いや純正買ってよかったです。イエーイ、いや大成功だね。でもイヤホンで歌うの初めてでさ、すごい不思議な感じしました。やったー。
え、今これもこれかな。家だとやっぱりボリューム控え、え、そうなの。え、もう本当はね、地声で歌いたいの。けどちょっとさすがに地声では歌えなくて、裏声になっちゃってます。ごめんね。なんか、もう地声、裏声が下手くそなんですよ。だからいつも大体公演も全部地声で歌ってて 地声で歌いたいね。いつかカラオケでの、カラオケボックスでの配信がしたい。ごめんね。地声じゃなくて裏声なんだけど。あ、声の時と声違うの分かる？地声で公演ではね、歌ってます。すごい。え、ちょっとさ ちょっと待ってね。お茶欲しい ごめん 母親にお茶を要請しました お茶の時間を聞きたい方はぜひ公園へ。ごめんなさい、本当に。そう、配信の、そう、結構、あ、ありがとう。配信のためにちょっと人生を買ってみました。ちょっと少々水分補給をさせていただきたいと思います。思います。黒豆茶いただきます。遊び始めてる私。おいしい。あ、めっちゃ混む。あ、ごめん。何歌おう。あ、喉めっちゃ鳴った。ごめんね、全然わかんない。どうしよう。ここの辺ならうるさくない？うるさい？大丈夫？ちょっと初めてすぎてどうしようかと思うよね。あ、そういう、ちょっとカラオケみたいな。じゃあ、どうしよう。そう、角田浜がね、入ってない気がするんだよね。角田浜って入ってた？角田浜、ちょっと調べてみるね。牧場とか角田浜がさ、待って。あ、僕はモツになっちゃった もう、少年。ああ、出てこないですね。角田浜。出てこないですね。なんか出ても踊るんだ。じゃあ、ここはね、ここはまず、いや、ちょっと待って、何？いつ？間に合ってるのかしら。ほら、何度も見たことのある雨上がりの虹なのに、今日だけはなぜだろう、いつもより鮮やかに見えるんだ。君が遠い街へ引っ越すなんて、突然言い出すから胸がキュンとして、君の存在に僕は気づいたんだ。あのさ、いや、
別に言葉にはできない I love you 幼馴染はなんか恥ずかしい。どんな時だって友達だと固い約束をしてきた僕ら今になってどうすればいい。このままでさよならかな今日おみなさんそばにそっけなく元気だな引き止められない涙でそうだから。わあ高い裏声だよ。流れ星と違うと笑ったけどどんな願いするつもり。そして僕に言うそっと微笑んでいつか会いに来て。それってどういう意味？どこかへ行ったって会いに行く。ずっと前から大好きでした。恋と気づくには近すぎたね。こんな痛みで壊したくない。抱きしめなきゃ悔やむのかな。友達で終わっちゃいそう。友達で終わりたくないよね。では来るよ。一番ここで一番恥ずかしいこの対面だけどこの時逃せば後悔の日々。どうするこのままさよならか。そうちょっと待って。言葉にはできない I love you だからいきなりキスしちゃいました。言葉にはできない I love you 幼馴染はなんか恥ずかしい。どんな時だって友達だと固い約束をしてきた僕ら今になってどうすればいい。このままでさよなら裏返っちゃった。イエーイ。ありがとう。うわ念願。超念願。うん。ありがとう。イエーイ。めっちゃ嬉しい。すっごいタイミング合ってた。およかった。ありがとうございます。やっぱ楽しいですね。じゃあちょっと飲もうと思います。あ ASMR になっちゃう。恥ずかしいから。あ、そのまま恥ずかしいのでちょっと遠ざけます。ねえ、いやもう裏声もっと上手くなろう。家でカラオケするには裏声でしかできないってなるとやっぱ裏声がいいな。タイミング合わせ用配信見れなかった。タイミング合わせ用配信ね、やばいよ本当に。なんかもうちょっと早く、もうちょっと遅くって、それに感覚で合わせに行くっていう素晴らしいから。よかった、ありがとう。いや嬉しいね、やっぱ純正の力。そう、純正イヤホンです、これ。あ、うるさかったかな。
近くで喋るときはささやきにして、普通に喋るときは遠ざけた方がいいのか。いやめっちゃ嬉しいね。念願だったもんね。ずっとしたいって言っててずっとできなかったから。でもね、話しすぎ、話しすぎあ、こうしてればいいのか。これで普通に喋ってたら大丈夫。グッドモイニー、あ、いい感じ。あ、ここなんだね。あ、じゃあ普通に喋るときは普通に耳につけてたらいいのか。了解、めっちゃ了解です。ゆき、うわ楽しい。え、あ、うるさかった楽しい、やったね。わあ、これカラオケでずっと終わっちゃうぞどうしよう。え、そうそう、あのね、私そのなんかいろんな曲、私でも大丈夫かな、なんか半分とかワンハーフとかになっちゃうんだけど、あのコンサートの時のセットリストを持ってきたんですコンサートの時のセットリストを見て、なんかやりたい曲を選定しようかなと思って。ちょっとセットリストなんでお見せはできないんですけど、え、ほこりの丘も入ってるの。すごい、劇場でのパフォーマンスでミュージックでファンになりました。ありがとうございます。嬉しい、やったー。あ、ほこりの丘公演は全部入ってる。お、どうしよう。そっか、坂道、え、待って待って、坂道って歌ってもいい。何がなんだっけ、48と、あれか、48グループ、46、あとはエコノイジョイさんとかもいいんだっけ。なんかその辺だよね。そうだよね、そうだよね。でも逆にもう何でもね、明日歌いたいやつはねちょっとピックアップしてあるんですよ早っ、気早いんだよね。明日歌う曲は選んであるのでもよし、じゃあちょっとさっきありましたので、ちょっとさ一番だけになっちゃうけどいい？あ、待って、そっか、うわ、どうしよう。いや一番、あ、それならよし、ちょっとじゃあ歌ってみたいやつを。
種をまいて水をあげ肥料を運び、いつか芽が出るとずっと信じてた。努力しても無駄だって笑われたけど、成功を込めて夢を育てた。諦めるきっかけ目もくれず、前だけを向いて進んだ。友よ夜明けの中光る赤のふもと、私思い描いた夢が叶いつつある。だけど目指している僕らの可能性はこれからもまだまだ続くよ。皆さん、今日も配信見に来てくれてありがとう。あとまた30分くらいあるから盛り上がっていきましょう。今日までやりきった熱い情熱こそ誇りだと言える。僕の後に続け、そこで眠るものよ。広い大地、夢の場所は空いてる。友よ夜明けの中光る丘のふもと、思い描いた夢が叶いつつある。だけど目指している僕らの鐘を背はこれからもまだまだ続くよ。あ、もっとゆな、イヤホン届いたよ、ありがとう。もっとゆなが来てくれた、ありがとう。もっとゆなのおかげで純正のイヤホンゲットしました。待てな、ありがとう。あ、配信も見てたよ。ありがとう。公演でした。いや嬉しい。ありがとう元ゆな。そう、よし、誇りの曲全部いっちゃえ。やばい、もう足りないぞ。あと2時間プラス、いや本当にしたいんですけど。なんで私は10時までなの？まだ起きてるよ私。1時まで起きれるよ。なんで？うん。わ、めっちゃ嬉しい。わ、ありがとう。めっちゃ嬉しいです。あとずっとあのなんだっけ、ファイボーワイパーじゃない、なんだっけ、あのミラーボール、ミラーボールもありがとう。キラキラお届けありがとうございます。キラキラもありがとう。いやめっちゃ嬉しい。ミラーボールがファイボーワイパーになりました。ファイボーワイパー、僕にとっては。いや歌いたいですね。でも私ワンハーフしか歌えないかも。指差しかも。あファイボーワイパーって結局何？え、それ私もめっちゃさ知りたいんだけど。そう、二人乗り、二チャリです。二人乗りの自転車です。ファイボーワイパーってファイバーなの？繊維？え、繊維？え、なんかさ、ファイバー、サイバー、ダイバー、ファイバー、バイバー、ジャージャーのファイバー、トラ、ヒ、ジゾ、繊維、ファイバーね。アーマー、河川、トビ、状況。
しいね。そう、最高歌謡を歌ったら覚えました。内側から破るように君のこと好きなんだ。誰にも言えなくて我慢してた。意味なく全力で走る、わけもわからずに叫んで、心に住み始めた。変なものとどう付き合えばいいのだろう。体のどこかで気配がす、自分と違う何かがいる。恋はエイリアンなのか、地球外の生物。いつの間にか共存している感情は片思い。え、フルいけるかな。うん、待って、喉枯れてた。苦しくなる熱い鼓動、教室に待っていた。隠した切なさに影ができた。あいつも好きだって聞いた。絶対負けないとつぶやく根拠ない自信と、その願望を切り追い風になった。できてる、待って。君はイメスみたいに僕を蒸しパン。待って僕はにうなされてる。愛した僕がいけないんだね。君はウイルスみたいに急に熱をあげるよ。その無知に探し求めてるワクチンは両思い。待って、ごめんなさい。ちゃんと歌えるところまで見せたけど。誰かから映された僕は何と戦えばいい。いつかはわかるさ、恋はエイリアンなのか。まさか初遭遇、体のどこかで気配がす、自分と違う何かがいる。恋はエイリアンなのか、地球外の生物。いつの間にか共存している感情は片思い。ありがとうございました。わあ、ごめんなさい、ちゃんとフルで歌えなかった。わあ、すごい、こういう歌も歌えるんだよね。そうだよね、楽しいね。幅が広がりました。わあ、すごい、新しい発見。このイヤホンをしてるからこそささやきボイスいいですね。うん、ありがとうございます。めっちゃ本当に届いてよかった。今日届いてよかった。グッドモーニング、
ありがとうございます。すごい楽しいね。あと30分。あと30分早っ。じゃあちょっとどうしよう。あと30分、何しよっかな。どうしよう。何しよう。こんばんは。そう、今ちょっと喉が渇いた。同じ空見上げてこう。ありがとうございます。完全にもう今さ、疲れてる人じゃんね。めっちゃカラオケで、あ、確かにいいね。あいて。で、ではちょっと一旦喋ろう。一旦地声にします。裏声、喉疲れました。わー、すごい。でもカラオケっていいね。なんか盛り上がるね。ありがとう、みんな。そう、カラオケ中もたくさんね、キラキラとかギフトとか、あとミラーボール。またファイボーワイパーっていうところだった。ミラーボールとかありがとう、嬉しい。おかげで、おかげさまで4位まで。お、あと3万見えない、8000、3万8000ポイントまで縮まりました。ありがとう、嬉しい。この調子でランクアップができるように頑張りたいと思います。そう、明日なんだよね。明日結果が出る、信じらんない。すごい、なんか本当に皆さんのおかげです。ありがとうね。確かに、これこそ本当に
やめとくうん、ありがとう。あー、キラキラ、ありがとう。え、どうしよう。じゃあこの続きでなんか行きたいよね。え、どうしようかな。イエーイ、ありがとうございます。すごい。あ、じゃあ、どうしようかな。え、歌えるかな。待って。私は歌えるのでしょうか。これも一番です。 I wanna do I wanna kiss 君って君って最高かよ、恋って恋って最高かよ、順調よろしく、感情よろしく、あーよしいこう、手が早い、手は手はベイバー、ベイバー、ジャンジャン夢の中まで現れる、ときめきは消えることがない、意識したのはいつからだろう、君が好きだよ、oh yeah、 風に膨らむ窓のカーテン、日差しは何を知ってるのか、ヘイヘイヘイ、 I wanna do I wanna kiss 君と出会ってすべて、 I wanna do 間違えた、 I wanna kiss なんてラッキーな人生、素敵な思いを叫んでる、心の底から叫んでる、君って最高かよ、 Oh yeah 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 ありがとう。やったー、久しぶりに歌った。私さ、あのあれだ、追っかけの方を歌ってたんだ。そうだそうだ、あれこれあったっけって思って、そうだそうだ、ついてるついてる、運気は上々ってずっと言ってた振られた上等、それでもハッピーって言ってたな。ナチュの生誕祭で歌いましたね。めっちゃ盛り上がった。それであのみんなのコールを覚えて、みんながなんて言ってるかをこの曲で覚えて、いやめっちゃ嬉しい、ありがとうこれ合いの手するのも楽しいよねきっとね。お、ただいま、おかえり、いつか初めての星、あ、初めての、いいよね、あのリリノの生誕で歌ったんです、初めての星、いいね。ちょっとまたちゃんと歌えるようになって歌おうと思います。確かにあれだ、なんかみんなの生誕祭で歌った曲メドレーみたいなのもできるといいね。わー楽しいねえ、最高かよ、本当に最高だよって感じでということで、ちょっと20分か、じゃあそろそろ初めての初めてちゃんとしたカラオケ配信ができました1年にしてよかった、あ、4位になった、ありがとう、わー嬉しい、ありがとうございます、4位ありがとうございます。1年にして初めてのカラオケ配信でしたが、ありがとうございました。これで声は戻ったのかな？
ありがとう。声戻ってるかな。よかったよかった。いやごめんね本当に今までお待たせしました。そしてさっきもなんかすごい下手くそすぎる歌でごめんね。ありがとう。もっと裏声が上手に歌えるように頑張りたいと思います。ありがとう。やっぱ純正が最高ですね。純正がいいんだね。ありがとうございます。そしてなんと4位に。ありがとう。防音壁防音壁ね。確かに防音したら地声で歌う。いやったー、ありがとうございます。いや楽しいね。てかさ、あのカラオケしてたら一瞬だね時間って。だってまさかあと15分だとは思えない。よかったよかった、ありがとうございます。うなぎさら見上げてこね。時間溶けるように過ぎていった。私もでもこの後もね明日の準備をしなければですね。お高いだけの価値はある。確かに。いやマジ買ってよかった。買って私のお金じゃないわ私買ってもらったんです。そういえばありがとう、お父さんありがとう。買ってもらったんです。買ってよかったわとかって言ってた。買ってもらったんですよねあ、萌えの今日の髪型似合ってる。ありがとう、嬉しい。パパに感謝です。お父さんありがとう。もっとたくさんカラオケ配信ができるようになります。私正直だからバラしちゃいます。髪の毛はお母さんにやってもらったし、これはパパに買ってもらったしやばい、親のすねかじりすぎやろって話だよね。かじるどころかかぶりついてますからねね、明日も楽しみだ。これでカラオケ配信ができるということはが証明されたので、もうあのカラオケが明日は絶対にできるということで。確かにあのまだ一応高校生だからいいってことにしときましょうか一応高校生。ありがとうね。いや嬉しいですね。カラオケもできたし、そしてなんと4位にも上がることができました。ここからなんだけどね、いつもね、昨日もあれだった、なんか2位に配信終了直前では2位にすごいありがたいことにね上がった。その後のね、その後の配信でねやっぱり一気にねあの他のメンバーがぐわっとこうなんていうの、学生じゃないメンバーがねできる時間帯に一気にこうぐわっと来るから。でもそれでもここまで耐えていられているのは本当に皆さんの応援のおかげです。ありがとう、嬉しい。だってそうそうできないことだとは思うんです。この時間制限がある中でもこうやってねなんとか、それこそ昨日も見たい、そして今もランクアップができていっているっていうのは本当にありがたいことです。ありがとうね本当に。このままなんか嘘ついて24時まで配信したくなるよねいや私卒業したんで、高校生じゃないんで、すいません今までが間違ってて今までが全然あの間違ってたんですよね。あびっくり、あ5位に下がったここに出た。うん、でもねありがとうございます、嬉しい本当に本当だ、後ろに高3って書いてあるいやこれ消さなきゃ、やだやだやだ、ここ消さね。接戦だよね、すごい。でこんなに順位が
あの移動するとってすごい接戦の証ですね。もう本当にありがとうございます。なんかやっぱりさ、このショールームのさ仕様が変わってから、なんかこのやっぱショールームイベントへのさ、なんていうの、イベントの仕方も変わったじゃない。それでよりね、私もなんかいろんなご意見はもっとあるようになる中で、わあ大丈夫かなって、私してもいいのかなっていろいろ迷ってたんですけど、それでもきっともえライン333くまたわありがとうございます。ありがとうくまたわ、ありがとう、ありがとうね。うん、でもね、こうやって応援してくださる方がいるっていうのはもう本当にありがたいことです。幸せ者です。私はこの調子で、この調子で、はい、変わらずに明日も頑張りたいと思います。明日はね、こちら7時半から8時、17時半から20時、これ何時、2時間半、そう2時間半配信になります。長い配信になりますが、お付き合いいただけると嬉しいです。え、嬉しい、応援したい相手がいるってのもありがたい。うわ、涙出てくる。今日は泣いちゃダメですよ、明日も泣いちゃダメですけど、ありがとう。本当に私もずっと応援したいって思っていただけるような人になれるように頑張りますね。最後だね、本当はね、このお昼に、ね、できるってよかったんだけど、そうそうそう、夜配信はあの2時間半あるから、お花摘み行ってからねお花摘み行ってから、みんな星座待機ですね。私もお花摘みに行ってから配信を始めようと思います何の心配してんのって感じで、ね、みんな体調は大切ですからね。あとみんななんかおつまみみたいなご飯とかお手元にね、ご用意の上ですね。この時間ってお腹すくじゃんね。萌は明日、明日はね、ご飯何食べようかなやばい、最後にしてはこんなカラオケまでできて嬉しい中で最後にして、あれじゃあ結局ご飯の話してる。19時からアルビの試合と同時視聴、お、いいね。サッカー明日アルビの試合あるのか、なんかさラグビーの試合あるってどなたか言ってた、なんか朝だっけね。ご飯大事ですよ本当にね。え、明日が最終日、ちょっと信じられないんですけどね。そうだね、でも朝配信さ、なんか楽しいっていうか、すごいいいな朝配信って思ったから、これからできる時にまたやろうと思います。平日はやっぱり7時半から8時とかになるかなって思うし、休日だったらもう少し遅い時間でももしかしたらできるかなとも思うし、はい、たまにたまにしようと思います。あの朝配信、私本当にね朝ね、あの起きるのすごいあの苦手な人なの。毎日はしんどいです。私もね、あの朝毎日早起きね、だいぶね大変ですねあ、グッチさん、くまたわ、これはくまたわ、くまたわありがとうございます。え、待って、3つ、ありがとう、くまーありがとうございます。くまたわーありがとう。え、ここ
ちょっと待って。1、2、3、4、あ、本当だ、5個。ありがとうございます。あー嬉しい、5個、ありがとう、ありがとうね。もう本当にありがとうございます。ありがとう、私も頑張るね。ありがとう、本当にありがたわです。クマさんがいっぱいでした。ありがとうございます。びっくり、ありがとう。ちょっとね、まあ、あのね、もうね、タワーとかがね、ちょっとね、汗かいてくるの、ね、口数が減るのはね、やっぱ汗かいてきたって、あの汗、あ、ダジャレじゃないんだけど、汗かいてきたことに焦るの、え、おかしいよね、なんか、なんかさ、緊張しちゃってごめんね、なんかありがとうございます。本当に体もなんかありがとうございますって言ってます。わかんないけど落ち着きますねありがとう、本当に頑張るね。萌の夢叶えられるように。わかる、この1週間定期的に汗かいてる。なんか最近私よく汗かくんだよね。最近、最近どころじゃないよね、ずっと汗かいてるよね。でも本当にありがとうございます。頑張るぞ。代謝いい、代謝いい、めっちゃ代謝いい、すぐ汗かきますそれもパパのおかげですねあ、 ありがとう、すごい。やっぱね、この順位の僅差すごい接戦で、なんかむしろね、逆に、逆に捉えれば明日どうなるかがわからないんですか、最終的にどうなるかが。だから一喜一憂しすぎずにコツコツと、私もたくさん熱意を伝えていこうと思います。ありがとう、みんないつも応援。ぜひ明日もね、お星さんとか、あのデイリーミッションをしていただいて、それでお星さんとか投げてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。あ、こんばんはね、ランクインできるように頑張りたいと思います。ありがとう。さてね、明日は7時半からです。イエーイ。え、私今日時間あれだよね、押してはないよね、多分大丈夫だったかな。じゃあ10時に切れるの待ってても大丈夫かな。昨日ね、朝配信自分で切るように、7時から7時半だったから、あの自分で切るときになんか数秒、数十秒、十数秒なんか押した気がして怖くなって、なんか念には念を石橋は叩いて叩いて叩きまくるみたいな人だから、夕方の配信をちょっと早めに切ったんだよね、1分ほど。もうそれ今日は大丈夫そうかな、よかったよかったとか言いながら、もう54分なので、スクショータイム。今日は気合のポニー、サイドポニースクショしとかへんスクショせえへん。これ初めてやった、初めてやった髪型やで、みんなするよね、するやんな、スクショするやんな、みんな初めての髪型やで、やっぱスクショするしかないよな。えっ、サイダーって、あ、声枯れた、ありがとうございます、びっくり、ありがとうございます。あの携帯もびっくりして、今またなんかあのあのなんか充電 20% ってきました2位までも近い、本当ありがとう。2位も僅差、やっぱ僅差なんだ、
すごいお団子状態なんだね。やばい、スクショしとかへんとかのんけなこと言っててごめん。ありがとう本当にみんな。じゃあちょっととりあえず、そう、私にはね自分で切れるという権利がないのでごめんね。そう、充電したんだけど、やっぱさカラオケってもしかしてあと2時間だからかな、すぐなくなっちゃったね。ということでスクショタイムいきます。え、馬ポニーテ、はい、チーズ、イエイ、馬です、ポニーテール、イエーイ、気合のポニーテール決まりました。実はこれシュシュに見せかけて実はリボンなんですポニーテール、ありがとうございます、やったシマウマ馬ですよ。え、私なんかさ、え、今なんか違うこと言った、私シマウマとかって言った、え、自分なんて言った、大丈夫、え、馬ですって言った、あ、馬って言ってない、あれ何言ったっけ、大丈夫、あ、よかったよかった、あ、びっくりしたびっくりした、馬ですあ、びっくりした、よかったよかった、シマウマですとかって言ったらどうしようかと思って、私さ自分の喋った言葉に記憶ないんだよね、たまに記憶なくなるの。まあどうでもいいことを喋ってる時が一番記憶なくなるからあれなんだけど、馬って言ったよね、よかったよかったはい、よかった。あ、サイン入りジャケットカードシマウマさん、あ、ありがとうございます、よかった、やばい58分、わわわわ、それでは壇上読みをしたいと思います。13位からいくね。13位、マーサンさん、ありがとうございます。12位、トットさん、ありがとうございます。11位、D山さん、ありがとうございます。10位、サット大塚さん、ありがとうございます。9位、カンさん、ありがとうございます。8位、ポメラニアンさん、ありがとうございます。7位、セッテンガーさん、ありがとうございます。6位、キッドモエラインさんさんさん、ありがとうございます。5位、ハクタカさん、ありがとうございます。4位、B たけしさん、ありがとうございます。3位、日焼けさんさんさん、ありがとうございます。2位、チェリーモエナナグッドモーニングさん、ありがとうございます。そして1位はグッチさんです、ありがとうございました。今日もたくさんタワーも、クマタワーももちろん、このウサちゃんとかタワラのタワーも本当にありがとうございます。応援ありがとうございます。明日最終日頑張ります。ぜひ応援しに来ていただけると嬉しいです。最後まで走り切りましょう。あ、明日もカラオケ配信します本当にありがとう、今日も見てくれて3時間ありがとうございました、ありがとう、また明日よろしくお願いします、ありがとうね、おやすみ、またね、ありがとう、ありがとうございました、またね、おやすみなさい、ありがとう本当に。